おいおいおい、マインクラフトてめえ、こらスティーブ、キチュア環境崩壊最強ティア1、朝10時までアップで寝ずに待った結果、11時半までメンテで笑った、いつも通り。まあ、そのおかげでね、トレーニングモードでみっちりとね、サムネ撮影できたんでいいでしょう。トレーニングしろと言われそうな気がするが、で2、3戦このスティーブ潜った感想なんですけど、むずすぎ、一丁行ったんで使えるものじゃないかもしれないが、下投げから悪魔の 50% コンボ見ました皆さん、相手のダメージの増え方、ただ下投げ入れただけですよ。下投げステップ植木を植木を植木様ですね。まあ、確定かどうかは知らんけど、体がでっかいやつには半確定で入ってしまうやつ、ガンガントロッと飛ばしていって、下投げがねそもそも18パー入るんだよ。鉄があるんですけど、でもって、まあ、案の定新キャラは2回勝ったらビップに行ってしまうんで、敵がお前うえバカ力判定強しくん、なんだそれ、うん、バカおい、アイジバランスやめろお前、巷で早い おっさんのアイジバランスに需要ないんだよ。スティーブミラーしたかったところだが、初戦はまあ、スネークとかサムスみたいなこういうね飛び道キャラはブロックをね生成しておけば関係ないさ。ジャックから掴みが繋がっていったが、ちょっと今ステップ植木をやるのが遅かったですね。新指定強攻撃とかにした方がいいか。さあ火打ち石判定が長い。この火打ち石もね、下スマもブロック生成も TNT もトロッコも無限の復帰阻止だから、どれやれること多すぎてどれやっていいか悩むんだが、肝心な復帰阻止、こんな長くいけるんだな。肝心な復帰阻止スネークが上から復帰してくるせいで台無しなんだけどこいつ、ちゃんとお前のミサイルも読んで このブロックで、ね、タイミングをずらしながら復帰していくスタイル。ウェビーはあのロゼットのウェビーみたいな感じで反転して使わないと掴まないんで気をつけてください。さあ隙を見たら採取するとか TNT を置くとか、そういうねスタイルを確立しつつ上から安全復帰。まあ、下取られた時は基本的に下方向、まあ、かなとこクソ強いんですけど、あれがねあの読まれそうな時はしっかりとブロック生成してから降りましょう。相手のねタイミングずらせるんで、お前が上まで行くならちょっと天への階段作って上手まで挟んでやろうか。さあトロッコ反射してのコンビネーションアタックが決まらず、もう強いシンプルにもうなんかさ、スティーブミラーやってると両方ともこの最初から始まるからいいけど、普通のキャラと戦ってる時全然ブロックを生成したり採取してる暇がないんだが、スーパーアーマー貫通してこんだけパーセントを貯めてしまったら何当てても死にそうですね。あで上手はマジ強いっす。ウエスマーマジ強いっていうか、もうあの弱い技がないどうなんだろうな、技だけ見たら運動性低めなんだけど、パワートレール炸裂して技がねマジ全部強いなんで結構いいキャラになってくるんじゃないでしょうか。来週ぐらいにはもうこのオンラインをスティーブが荒らし散らかしている。もうこれダメージレースこっちがかかってますからね。でこんぐらい俺の、いや今これスネークとかじゃリトルマックとかあれで知るからね、まさかおお神ゲー来た。えい、スーソンさん対戦よろしくお願いします。やめてくれよお前、スティーブミラーやらせろよメタナイトとかさ、そういう小回りキャラクター無限の復帰阻止、逆にやられて狩られてしまうか。いやこういうキャラに立ち回りちゃんとできなかったら未来はない。ちょ不気味な二段止めやめろ。もしかしてこいつアップデートでまた強化されました？結構情報修正来てましたよね。また俺がアップデート情報修正スマブラ動画地獄になってしまうが、どんだけやられるとダメージはい 61% おかしい、もうパワー、その辺のパワー DLC 全体的にパワーおかしいんだよ。どいつもこいつもパワーさえあればいいと思ってる。さあ TNT 置きまして、これは範囲が TNT ね、範囲は広いんですけど判定一瞬なんで、崖つかまりとかにうまいこと、あー当たんねえか、当てたかったが範囲も思ったより広くないな。で火ついてから爆発するまでクソ遅いんで、かなとこティア1だろこれマジで。とりあえず困ったら下にかなとこ出しておけば安全に着地できるんで、ブロック生成とかやらんさ、一発荒れていって安定 52% 稼いでいきつつ、やばいな序盤の立ち回り、もうとりあえず下投げから 50% コンボを稼いで、まあ、ジャック1段止めからもできるんで投げ 10% ぐらい入れちゃうと繋がらないかな。で 50% 溜まってからはもうトロッコ主体の立ち回りで 70-80 溜まってきたらガーキャン上様、これがねもうスティーブの立ち回りにおいて一番の肝なんだが、そして TNT を挟んで入れていく、あ知らないか今俺の完璧なタクティクス、かなとこで TNT のボタンを押したんですけど、ブロックでねうまく挟んで、さすがにそれは下すませざるを得ない。下すまベクトルえぐいな。でこのダイヤのうわもう軽い、体重は体幹どんぐらいなのな、まあ、ファイヤーエンブレムキャラとかと似たような、いやファイヤーエンブレムでもちょっと軽いぐらいのあれかな、パックマンとかと同じぐらいの重量な気がするんですよね。さあちょっとジャックで固められていって、一応インクリングと同じでこっちにね最初ボックスガードとあれで戻せるんですけど、さっきからずっと奈落に落ちてってんだけど、早く地上に出してくれないか。俺もう金装備作りたくて、金装備は振りが早いんでやたらもう弱点で固めてくるのないよね。
なので金装備にしかできない確定コンボとかもありつつさ、タイミングこの不愉快な 690% で不愉快なね、ここでキープしてサドンデス待ちとかクソ強そうじゃないこれ。1ストックリードしてから待ちのスタイル。ただ気づけばちょっと俺の資材がとんでもないことになっていていやこうなってからがねきついんだよ。資材がなくなってからそう最終逃げろ逃げろこんな無様な戦い方したくねえんだよ鉄がねえ鉄がねえまるで鉄がねえから、はい、とりあえず金装備作りまして、ウエスマガーキャン、ウエスマ圏内メタナイトと入ってそうぞ。ちょっとやばい。とりあえずさ、いや今俺ガーキャンウエスマ出したつもりか、死して強攻撃しちゃったから。あれさ、おぶね不合止めからのちょっとこれ復帰積んでる剣について、オッケーオッケー、一旦こいつに積んでるなんて言葉なかった、そうだ一旦足場ごまかせるから無限にジャンプができて、この間最初サイクスオッケーオッケーオッケー、痛い。ブランチマイニングを極めていって、ちょっと TNT 飛ばさないでこっちさ。あでトロッコは空中で使うと、まあ、鉄一個で使えるんでレールの分はあれありませんよと。ヒットストップ作業ボックスにあるんだな、そのせいでタイミングずれて食らいそうだな。もうおいもうこれ採取できねえよ、知ってたら殺されるんだけど。しかも死んでもこれ採取戻りませんでしたからね。でもって俺はこのダイヤの剣を作ったから、お前俺に触れたら死ぬぜ。ちなみにこの状態のスティーブは最強です。飛びすぎ、パチランドさん対戦よろしくお願いします。ベイオーバー、とても同じゲームのグラフィックに見えないよこれ改めてすごい光景だな、このペルソナの世界にスティーブが舞い降りてしまっていて、まさかとは思うが、お前また情報修正でなんか強化されてねえだろうな。今回俺の愛しのピチューとキングクルールには何か救済の手はあったんですかね。さあベヨネッタみたいに細身の姿勢がいいキャラにも当然のように 55% を入れていきまして、あでスティーブなんですけど、こういうね相手のタイミングをずらす復帰方法の他にもあれがあるんですよ。回避移動がめちゃくちゃ長いんで、空中の謎にネスとかリュカみたいな感じで移動ができる。ネスもなんか強化やばいって言われてたから、たまにね、その謎の強化あるんだよな、ネスとかサムスみたいに、なぜお前強化されたしみたいなやつがあるんだが、まあ、キングクルールがちゃんと強化されてたら言うことないわ。うん、まあちゃんとねまだ見れていないんで、いい加減最弱仲良ししてんのことキングクルール、ガキ見てよ、何今の、今の超常現象なんてもんじゃねえぞ、今の狙ってやったわけじゃないんだけど、終点が終点じゃなくなるこいつとやってると。このスティーブとかいうキャラクターちょっと今のはとてもじゃないが、もう一度やれと言われたらやれない、前投げで死んでしまうぐらいには神性能なんだが、一旦このニュートラルレイでごまかしつつ、それはやめてくれ。メテオもねあるんですよ、ニュートラルレイを当てた後にメテオ確定のパーセントとか、トロックで連れ去った後にメテオをねうまいことかすめ当てるとか、そういうテクもありそうですが、あこれいいねいいブロック地上に置いとけばこいつつま先タンスにつま先ぶつけてバーストするね、これこのままお前はこっちには来れませんよと。さあ稼いで稼いで土ブロック、さあうざいだろと、うざいだけで一生こっちのブロック減ってるだけなんで何にも意味はないんだが、相手にストレスをためるだけためましょう。ワンパターン操作でかかりにかかってきて、やばいこれそのまま上方向にバーストされそうで、上持ってかれた時に下方向に蚊のとこぶっ飛ばせばこれぐらいのパーセントでも吹き飛ばせそうで、でこのトロッコ連れ去りはガーフですだからしかもね早いんだよ、見てから対応不可なレベルで早いんだよ、パワードレールあると。じゃあ銃が痛い、本気ちょっとトロッコを持ってないが使って、無限に空中で出せるワリオバイク、違うな、無限に出せるのベビーコッパーと言っても過言ではない、当たんねえか。もうちょっと下方向に判定が広かったらタイミング見極めて、ダメだな、ちょっとベオレッタに対してまず前だけしょうもねえ、お前これお前しょうもなババアだなお前、ほんとしょうもなもやしババア、前投げバースト勘弁してくれ。一旦これベヨネッタには桜井さんがやっていたあれできそうですね、ブロックで復帰阻止するみたいな。でもこういうピカチュウの電光石火とかはあれさ PV でやってたけど、あれ攻撃判定ないからいいんだけどね、基本的には復帰にみんな攻撃判定があるんで、なかなかあんなうまいこといかず、ガーキャンウエスマが決まらない。ちょ待ってやばい、案の定途中でブロック積んで遊んでる場合じゃなかった、積み木のあやべ、ここ置けなくてさ、なんとか当たり判定ごまかしていきの受け身の取り方が気持ち悪いんだよこいついまいち受け身取ってる感じがしない、回避の仕方なんか起き上がり攻撃も攻撃上がりも全部キモいんだよ。見た目の不快度ゲームウォッチとかに負けてないんだが、まだ空前では死なないまずいまずい勝てるビジョンが勝てるビジョンが見えないなんとか上すまして強い70% ぐらいだったのに今食らう前、ダメージがそもそも高すぎる。
いくらホカホカ補正があったといえどさ、このまま甘えも、いやワンチャン今コンボで一気にいけたな。やめ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 ろバーバーお前ほんと。そうスティーブミラーは最初とかをね無駄にせずどん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 相手をガキゲーに追いつけて TNT を踏みつけてゆくスタイルむちゃくちゃすんなよ。相手踏み台ジャンプして無理やりピストンスイッチに押し付けたんですけど、あんな残酷な殺し方ある。さあこちらがストックリードしていて、もうなんか復帰やりづれ。ウェビーの復帰は最終手段として残しておくべきですね。さあセカンドライ、さっきのリゾ同じ鉄を踏むのか。あさすがにねジャンプ上がる、飛ばしてくんなこっち。おい、味噌汁ファンタジーさん対戦よろしくお願いします。秘宝ビップから叩き落とされる、まあ、そのおかげでアイテム戦に当てるらしくなったとポジティブに考えましょう。そしてマイクラのステージ来たな。ここ BGM がかっこいいんだよな。クロムに対して復帰としたとりあえず天空当たりなんてあるから TNT を置いておけばまさか無限に、おダメだったマイクみたいに上に投げなきゃ、もう無限に TNT でお前復帰とされるだけだから、そんな爆発されるだけの人生だったら、あーあー 59% 資材が底を尽きるわこんな一瞬で資材なくなったんだけど、さ監督からパーセントを稼いできつつ、ちょっと復帰弱者に対して残酷だな。お前ながらリトルバックとか戻ってこれないでしょこれ。待ってクロム戻ってこれないんだけど、前投げで今のパーセントやばすぎんご。さあこのアイテム戦の性能、ちょっとアイテムとシナジー俺に当たったがどんなもんか試したいところですけど、ちょっと戻れない、なんか死んでるめちゃくちゃすぎてわかんねえ。せっかくこのあのステージ当たったのに。マイクラのステージ、今全ステージどんぐらいあるんだ。ステージの数って100個ぐらいありますよね。100分の1、そう考えたらの最後の人だけ当たらないようにして、スティーブの最後の人は見たいよ。さあそれ割り込めちゃうんだ。それが割り込めちゃうということは確定コンボ間に合っていませんね。さあ金のあれを作ってきて、金、おこれ見てよか、まさかまさか、いやー知らないか、ちょっと TNT 間に合わねいや金のね装備だとああいう風に弱々メテオ持ってくるんですよ。さあ向こう側投げていって、資材がね、あ始まった貧困生活始まったよ。この資材がね、そしてガンガン詰めてくるが一気に投げていく。意外とね投げの範囲狭いんですけど、はい爆発 OK もう一回ワンモートライ。ただ上からベクトルがちょっとよろしくないですね。上に飛んでしまうので、おいおいリアル TNT 出てきた。俺も一人でアイテム戦やってるようなもんだからな、これそもそもアイテムがなくてもセルフアイテム戦開幕していって、ちょっと TNT をあれ作る素材が欲しい。お前を外にやっちまってお前自身が TNT になるんだよと。あの火薬箱と TNT をさ合わせてボマ俺こそがボマ、あ間違えたクッシーさん対戦よろしくお願いします。あ俺今気づいたけど、もしかしてずっと画面の左上あたりにあれ入ってた、マウスカーソル入ってた俺気づかんかった。ちょっと次の試合から消しておきます。そんでもってサムス飛び道具から来ましたね。これこそスティームの強みが生きる。安定 46% 稼いでいきつつ、この火打ち石がね立ち回り、まあ、トロッコ以外にも後先がいまいち分かんない火打ち石とウィスマッシュ、資材あんま使わないんでね、使っていくのがいいんじゃないでしょうか。下スマッシュもね飛ぶ割には使わないんで倒れていつどこまでが無敵時間なのか分かんない。爆発率高いよ今日、俺大体爆死して俺クリーパーになっちまうよこのままだと。ボマー捕まえてくれ、すいませんやめてやめて、もうバックしたくないから。釣りざおはワイヤーの掴みなんですけど、あのワイヤー復帰にはなりません。でもってこの繋がんないパーセントも下ないからあれが空前が刺さるんだよね。で空前落としてから相手の構築に合わせて下スマッシュとかそういうの当てれて、資材を壁構築しながら集めましょうか。かなとこさすがに死なない、サムス重たいからね。一回ちょっと剣でごまかしつつ、意外とね石の装備でも火力悪くないですね。素手にさえなんなければ全然アド。さあ今相手復帰積んでいましたね。こっちに来るなら殴りますよと、で向こうに行ったら TNT 爆破。さあドラグーン避けれるもんなら避けてみやがれ。スティーブがドラグーンに乗ってる、貴重な光景、しかも避けられてる上から帰ってくるときもブロック置きながら、実はブロック置かなくていい説ある。ジャスがするときに盾が構える細かな仕様、木の資材がよく取れます。なんかステージによって取れる素材違うらしいんですけど、終点化してたら一定化だったかな。取っていってスマッシュから確定スマッシュ確定です。これパーセント低かったんで完全にアドリブで即打ちしたんですが、構築的にあれあんま飛ばねえな。 DLC の中で相当弱いブレに入るんじゃないかな。なんか DLC の最後のゲームだってみんな適当な作りされてるかってぐらい意味わかんない飛び方してきますけど、これはあまり飛ばないですね。その分パーセント今何パーセントぐらいだった、25ぐらいでヒットしたから60ぐらいって考えたら、まあダメージは高えな。
さあダイヤの装備を作りの、ダイヤの装備持ってるの無敵感やばいわ。ダイヤの防具とかも作ってくれればいいのにね。 TNT 間に合わない。 TNT を置いといて、いやボタンまで間に合わない。 TNT を押した後に下見を流しないとあれなんですが、ダブルボーマー行ってこい。そっち丸マインで死ぬか TNT で死ぬか、もうそのそれは当たりませんよね。そんな簡単に当たりませんよね。カナトコをさブロックの上に生成して二段カービィのストーンみたいな感じにするのもいいんじゃないか。届けー、吐かない俺上ビーが下手くそだ。かっくー、今のちゃんと距離見合わなければ届いたのかな。上方向にね全然飛ばないんだよね。そんでもって資材が一切なくなってしまったんで、ああいう状況はとにかく一回これごまかして一気の資材さえあればねどんだけでも復帰できるんですけど、あんま画面が行き過ぎるとできなくなっちゃうんで怖い。さスタリング適当な使い方するやつは許さない。 DA がまた間抜けなんだよなこれで。 DA がねすごい間抜けなモーションなんですけど、けどはいジャスガン達人けど割と性能がガード割れる。これこのままガードをしすぎちゃうと一旦あの資材集めてる最中のガードは何かと間に合うので、さっきみたいにジャスガさえ狙ってしまえば飛び道具バン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 打ってくるやつにもうこまめにできるでしょう。この紫のなんか点滅みたいなのしてんのが上限かな。ヒトデマン来た。さあコンボ投げてきて、今乗せたならヒトデマンからの TNT バカージバケトンコー、シシクバセアさん対戦よろしくお願いします。アレックス VS スティーブ来て待ち望んでいたこの光景をようやく戦えるぜ。そしてスティーブミラーもちろん最初とクラフトから始まる。これねもうみんな違うキャラ使ってるやつは血眼で採取してるやつを殺しに来るから、一回手をそのままメテオには繋げていけない。鉄装備同士の対決、これ初日のスティーブ対決は負けられませんよ。あれ今日夜まあ大体俺のこの動画今撮ってる最中12時、いや今もう1時前ぐらいか、1時前だな。なのでこっから撮り終わって1時間ぐらい編集とかエンコードサムネ制作かかって最速で上げれてるとしても3時とか4時とかになってると思うから、まあ今日の動画が6時とかに上がってない限りは夜にね全一初日スティーブ決定戦8時ぐらいからやろうと思ってるんで、3時とか4時に上がっていたら皆さんこぼってね参加してください。そしてこれはさすがに死ぬでしょ煽りせーのやばすぎるだろこれ。上アピールがちょっとピコンってね跳ねてピストンスイッチとか押せるんですけど、このカレーライスと TNT 最速で TNT 破壊できるんじゃない。ピッキルが壊れてしまった。ピッキルがね壊れたらもう本当にとりあえずなんかダメージのためっていうよりも最速で対処するためにいい素材にしといた方がいいですね。はい、ダイヤ装備にしていって俺とお前の差はダイヤのこれね、今のニュートラルから届かないメテオがちょなんかうざいうざいうざいお前がそんなとっとと知らなかったら一生採取できちゃう件について避けれるかな。ジャンプが低いからこういうの避けれないんだよな。 50% 入れていってなんかやべ、スティーブミラースティーブミラーちょっとこれ8人対戦とかしてみたいですね。オンラインだと8人対戦できねえんだよな。上スマッシュ、いや死ぬんかい飛びすぎ。金装備とダイヤ装備だったらダイヤ装備が優先されて、そう場合によってはダイヤ装備よりも金装備の方が強そう。アイテム投げるモーションとかとカクカクしてて遅えなあんまアイテム戦強くなさそう。まあでも可能性だけで言えば無限大、色々と組み合わせていけばとんでもないベクトルとかに相手を飛ばしていけるんじゃないでしょうか。さあ連れ去っていく、まさかそのまま連れ去られていく、そして俺も上に連れ去られていく、何これ。マッキーさん対戦よろしくお願いします。なんだこの不快度数高い絵面は剣豪感マックスなんだけど、これね世界大会でゲムオ&スティーブペアとかがスティーブとスティーブのペアのさちょっとプロ選手の動きとか見たいわブロックコンビネーションやばそうだよな。さあここを上に上げていってダイヤルステージ、戦場とか小戦場みたいなステージの方が一方的にね上スマが有利取れるのでいいでしょう。さあダウン取っていって今のダッシュウエスマ繋げるべきでしたね。ピク折りみたいな感じでパーセントがねある程度溜まっていてもダッシュウエスマ入るので、その間にギリギリの場所で採取をしていって上からあと台の上から下スマとか普通に下強が流せるのがいいですね。ちょっとちゃんと復帰していってマジ復帰の際ウェビー使ってる最中が一番ヒヤヒヤする。ウェビーだけ弱いこのキャラ、ウェビー以外全部技は運動性能はまあ人並み、ジャンプ力が低いのをいい人はいいけど、これ今の状態でちょっと待って、キルくそごまかせなかった今のあいつのさオクトパストラベラーもうまいことニュートラル B で壁作って、今あのキノコの反転かかってたんでうまいこと操作できなかったんですけど、壁を作って防御とかしていったらこいつラインとか関係ねえから
常に自分の背後にあれを作っておけば全然関係なくて、そうトイプードル出てきました。何も見えないでしょ、俺が TNT をそこに置いていることに気づかない。初めて珍しくちゃんとね、この犬が有効活用された瞬間だった。これで隠れて最終めっちゃしとこ、鉄溜まってきたな。半分ぐらい鉄が溜まればもう怖いものなしですよ。さあまずはこのさ1イコールとかもさ、上にこうやってね、シールドを作っておけば効かないえ、マジで無限大だな楽しさ。下投げからまずはトロッコンボつなげていって 61% 一気にダメージ溜まりすぎだろ。ゲームは軽いからいけるんじゃないかこれは。あ、いや飛ばないな、え飛ばないな最後のゲーダは弱しですね。シールドがあるからと言って安心していたら、こっち 690% のカゴというやつ見せてやる。ソーセージパラダイス、あれはどうしようもない。相手になすりつけたかったな。これさ思ったけどさ、自分がさっきみたいに爆弾ついたらさ、周りブロック置きまくってそれで壁浮き身とか取るのもありかもしれないですね。瞬時にそういう判断をできるようにならなければいけない。さあ安定の上スマを入れていって、ガチ勢のスティーブとか見ると多分ねバーストの8割が上スマかもしれないガーキャン上スマ、結局ガーキャン上スマかよ。ヘリーとかメンメンもガーキャン上スマ強かったからな。そんでもって、あドリルを出してくれた。一回ドリルをここに置いておくつ、ポンポン稼いでいって来るぞ。切り札、ちょっと待って、今のうち壁を取ったぞ。ここにちょ鉄もったいね、鉄じゃない、これ岩か。あ、崖受け身取られた、俺の今殺せてたのに最悪。ただこれもう壁をね常に生成生成してた。オッケーオッケーオッケー、これ隠れろ、ここに防空壕、はい効きません天才の構え IQ200、 まるで木の葉の里7代目ほかげの右腕ことならしかまるだ。今にのちょっと死ぬ死ぬ死ぬ、アキミサルトビー一族になっちまう、このままだと俺アスマになっちまうから。あ、今誘拐してくれたな。てか気づけばあれじゃん、俺資材がね物理で殴るしかね、もうやばい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 、デビルマン余計なことすんな、これ当てるしかね最後のゲームなんとかもう確定コンボとか検出。あ、いや待てよ、これスターリングをここに置いてスターリングの中に入りやがれお前そのまま。あーあー、ダメか。いやでも今のこれこっからまたあれだろ、ピストンで入れてみせるぜ、入射角、うん、完璧、いや入れ。あー、はい、アカッシーさん対戦よろしくお願いします。クッパジュニアめちゃくちゃ強化内容多かったけど、まあ、何が強化されたかまでは見ていなくて、お前の横 B とか完全にスティーブの劣化なんだが、こいつの横 B も連れされるようになってねえよな。クッパジュニアももう B 技関係全部ブロックとりあえず置きまくっとけば完封できそうお前のメカクッパも砲弾もあの引き逃げアタックも全部いかねえよ。そうやってやってる間にもう悠々自適に俺は相手にプレッシャーかけるのにですね、街のスタイルになってしまうんですが、こうやってね相手に攻めてきてもらって隙を生じて、まあ、ガーキャン投げやガーキャンウイスマを入れていく。あ、植木とクウェトゥーです、これ声にね繋がるんで、まあ、他の技がド派手なせいで地味に見えがちだが、普通のニュートラルレイと同じで移動しながらできるんですよ。なので、まあ、やはり指示して強固にした方がいいのか、ダイヤモンドを作っていって、あ、で俺マリオサンシャイン終わったらクッパジュニアの VIP 講座やるって言ってたのに全然やんないじゃんって言われるんですが、クッパジュニアね、なんか VIP 入ってたこいつなんか知らんけど前まで VIP じゃなかったんだけど、あの VIP のボーダーサイン下がったせいで VIP 入ってた。だからまあでも強化来たからまたやりましょう。さあ上から、あ、それ積んじゃうぜなんで俺が積んでんだよ。これあれだっけ、踏んだ方の方が飛ばないんだっけ、確か踏んだ方のが飛ばないとかいうような説明を桜井さんがしてた気がするけど、今の A 段もしかして相手、今さ絶対相手上から来ると思ったから、俺あえて上方向でねマグマやっちゃおうと思ったんですけど、でさっきの TNT はその振り向いて崖下に置いておくことによって、あ、下強から下強つながんないか、振り向いてやることによってあの相手がね回避上がりしてきても当たるようにしたんですけど、まさかのねその場上がりっていう、これはまああんま強くない。いったやつ誰、えこいつが軽すぎんのか、え、クッパジュニアのチャー切りってこんな強かったっけ、俺まだ 30% とかだったけど、あの切り札発動する前、はい、普通にコンボを入れつつ、もうこっちもちょっと最後の切り札当てなければどうしようもない。さっき1足目 TNT でごまかせたからいいけど、バナンに資材ないときマジバナンになるからな、だから、はい、ニュートラル A かすってしまえば確定で入っていく悪魔のニュートラル A お化け、ロックマンもびっくり。さすがにこれは飛ばしていきますね。あんま最後のギリだとチャー切りで威力の違いがないタイプなのかな、ダメージの違いちょ若干ラグいが、マインクラフトリスペクト勝利落ちしてるって。下強のコンボもいろいろありそうですね、あれ拘束時間長いんで。さあここ最後あの雪辱を晴らすためにもう、はい、逆に足場を作ったことが
あれのしまったが、接触を晴らすために TNT 自爆アタックお前飛ばすバージョンやりたいんですけど、でもこれパーセント的に俺が踏んでくる人で怖いんだよな。でも先にさっき俺がやられたのと同じことをすればいい。いや待って、これし やめて外すの、寒いって、寒い、それ寒い、不愉快、不愉快、嫌われない、不潔、不潔、純潔、熱血、よかった、なんか避けるか奇跡のずらしかましていって、ちょっと木もう鉄がないから、もうダメだ、あダメだ、負ける、今から負けるんだ、逆転の一手、いやこのパーセントでも他光線入ってる、 TNT なら飛ばせるぞ。ハイパス当てていって、メートルまで繋がらない、ハイパス当てていって、メートルまで繋がらない、ハイパス当てていって、そのままふう前繋げて、痛い、ただまだ俺はやるぜ、体中の細胞が空だへんにすんな、気持ち悪い挙動を見せて、これはしっかりガーキャンでこっち投げて、ここであれがね、火薬が出て、おーっしゃ、まだ俺じゃねえか、死んでんの。